今月8日から公道を使った無人自動配送ロボットの実証実験を行っているのは、ロボットを開発した京都の情報通信会社とヤマト運輸石狩市です。ロボットには大小20個のロッカーがついています。荷物を載せた無人のロボットが石狩市の住宅街を走っています。なんか可愛いな。最高時速は15キロ。 GPS を利用してあらかじめ決められたルートを走ります。車などの障害物はセンサーが感知し避けることができます。荷物は受け取り人が事前に指定した場所に届けられ、 LINE で通知されたパスワードを入力するとロッカーが開く仕組みになっているんです。宅配需要が増加する中、こうしたロボットの活用で労働力不足の解消が期待されています。配送員の数が足りなくなってくるっていうのは、我々じゃなくても多分皆さん同じような、使う側としてももっともっと質のいいものにしていきたいなというふうには思ってます。まだ保安員がついた状態で走っておりますので、ほぼ無人で走行させるということはまだ技術的に解決しなければいけない。